クリスチャンスフェルドは南デンマーク地域の南ユトランドにあるコリング市の町名。人口2855人。1773年、モラビア兄弟団によって建設され、デンマーク王クリスチャン7世にちなんで命名された。2015年7月にモラビア教会の入植地、クリスチャンスフェルドとして世界文化遺産に登録された。世界遺産文献では、 クリスチャンフェルド、クリスティアンスフェル、クリスチャンスフェルト等の表記の揺れがある。デンマーク語の転写ではクレスチャンフェルトとなる。クリスチャンスフェルトの大部分は1773年から1800年の間に緻密な都市計画に基づいて建設された。建設奨励のためにクリスチャン7世は10年間の免税期間を設け、新家屋の建設費用10%を補助した。 シュレースビヒ公国によって公式に小規模なマーケットタウンとして設計された多くの街の一つである。1864年、クリスチャンスフェルドを含むシュレースビヒは第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争の結果、プロイセンに割譲された。1920年、ベルサイユ条約に基づいて行われた住民投票でスナイラン県はデンマークに帰属することを選択した。 再編入後もモラビア協会は18世紀の町、建設時に獲得した権利は一部を除き喪失した。例えば、町長指名権を失い、1920年に選出されたデンマーク人最初の町長は、教会関係者ではなかった。この頃、教会は信者の減少を理由として、学校も売却している。 1970年から2007年の間、クリスチャンスフェルド市の市長者が置かれていたが、2007年の市長存在合併により、コリング市に編入され、市長所在地の地位を失った。今日、旧市街、モラビア協会とその明るく簡素でありながら印象、深いホール、特別な墓地があり、毎年数千人の観光客を引きつける観光名所となっている。 その良好な建築の保存状態もあって1993年に世界遺産暫定リストに掲載され2015年7月4日世界文解産に登録されたクリス・チャンスフェルドはハニーケーキで有名である1783年より秘伝のレシピによって焼かれている2008年まで18世紀のオリジナルレシピに基づく ケーキも焼かれていたが、新しい国の衛生基準が制定されたことにより、改められた。しかし依然として、オリジナルのレシピも使われている。2015年の第39回世界遺産委員会で登録された。登録に際しては、モラビア協会の理想が投影された都市計画で、啓蒙思想にもつながる平等などの価値観が重視、されている点などが評価された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この物件の日本語名称は以下のようにかなりの揺れが見られる。ウィキメディアコモンズにはクリスチャンスフェルドに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。